よしですかはい、えー。お待たせしました。時間になりました。えー、今回は、新国際課税ルールの第6回目になります、えー。西村朝日法律事務所のパートナー弁護士、太田洋さんに、えー、お越しいただいています。太田さん、今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この国際課税ルール、あの、多国政企業のいわゆる課税逃れを防ぐ、その新たな国際課税ルール、 あのこれがもう来月、えー、今年の7月に大枠合意が G20 でできまして、来月にはさらにその最終合意を目指すという流れになっているわけですけれども、じゃあ、それ焦点はどこなのかと、課題はどこなのかといったことをシリーズであの専門家の方にお話を聞きしています。 今日あのお話をいただくあの西村朝木法律事務所パートナー弁護士の太田洋さん。大、えー、田さんはですね、M&A や会社法、租税法といった分野がご専門で、えー、経済産業省のデジタル経済化における国際課税研究会の委員も務めておられます。あのこれまで税制や財政といった分野の専門家の方から国際課税ルールを解いていただいたわけですが、今日はその 企業のその実務にお詳しいその太田さんからですねそ、これが企業経営にどういう影響を与えるのか、それからその各国のその税収ですね、そういうものに対してあのどういうそのプラスマイナス、特にその日本にとって。 及ぶのかといったようなことをあの教えていただければと思います。太、えー、田さんから1時間ほどいつもの通り、えー、お話を伺った後、質疑応答ということでいきたいと思います。それで本日はもうあのいつもの通り完全リモートで会見を行っています。えー、この場所に、えー、記者の方が座る椅子はありません。でえー 質問のある方はですねその質疑応答に入る時間になる前、もうお話,があお話をお願いしている時間の中でも構いませんので、このズームのこの下の Q&A のところで入力して送っていただきたいと思います。えー、本日の司会は NHK 解説委員でトークラブ企画委員の武田がお伝えします担当します。それでは太田さん、どうぞよろしくお願いします。 えー、今、ご紹介いただきました西村朝日法律事務所の弁護士の太田でございます。本日はよろしくお願い申し上げます。えー、本日はあのこのようなあ伝統ある日本記者クラブさんにおいてですね、えーまあ、お話をさせていただく機会を賜りまして、えー、大変感謝いたしております。う 今日テーマとしてはですねあの新たな国際課税ルールということでございますけれどもー、まあ、その中あー、まあ、その背景には国際的な租税競争があるわけでございますがこの新たな国際課税ルールができることによって、えー、特に、まあ、我が国企業の経営にどういう影響が及ぶのかというところを中心にお話をさせていただきたいと思っております、まあ、1時間少々お話しさせていただきますけれどもお付き合い いいいただけれればと思まますそれでは中身に入ってまいります、えー、この今回の、えー、国際枠組み合意でございますけれどもあの2つの柱から成り立っておりまして、えーまあ、一般的にピラー1ピラー2というふうに呼ばれておりますで、えー、ピラー1の方が、まあ、いわゆるデジタル課税の問題 それからピラー2の方がですね、国際的なあのまあ最低税率の問題ということでございますがあ説明の順序としてはですね、えー、まずまあ分かりやすいと思われるピラー2の方から話をさせていただければというふうに思っております。 でこのピラ2に関してでございますけれども、この簡単に今、7月に大筋合意ができた内容をご紹介をいたします。ピラ2に関しては、ですねこれは売上高が7億5000万ユーロ以上の多国籍企業グループ。 に対してですね、えーまあ、一定の最低法人税率、で現在のところ、少なくとも15%というふうに合意をされていますが、それを下回る実効税率で課税をしていると、要は、あまあ、例えばあアイルランドだと12.5%ですし、ハンガリーだと9%なわけですが、まあ、そういうかなり低い税率で課税をしている場合に、ほ、えーまあ、他の国がですね、当該多国的 多国籍企業グループに対して追加課税を行うことができるようにするとでこれによって、まあ、全世界的にこの最低税率での、まあ、あ課税が確保される仕組みを創設すると、まあ、こういうものでございます。で、えー この導入の背景にあるのは、まあ、よく言われております通り、えー、国際的な法人税率の引き下げ競争を俗に、まあ、底辺の競争レース・ツー・ザ・ボトムというふうに、えー、言われておりましたけれども そういう国際的な法人税率引き下げ競争、これをこのまま放置をしておいた場合にはです、ね、特に先進諸国においてです、ね、課税ベースが大きく侵、まあ、食されることになってです、ね、結果的にはさまざまな公共サービスの基盤となるです、ね、各国の税収、これを まあ食い潰すことになってしまうのではないかと、まあ、そういう危機感からですね、まあ、このレース・トゥ・ザ・ボトムの状態に終止符を打って、えー、国際的にですね、えー、一定の最低税率は必ずこの課税するようにしようよと。 まあその意味ではあの従来国際課税の世界においてはですね税率をどうするかというのはある意味で国家主権の根幹であったわけですけれどもそこについて手を入れてですねこの国際的にこの一 一定の税率以上の課税を必ずするというふうな枠組みを作るという意味では非常に画期的な合意というふうに言えるのではないかと思っております。でこのピラー2この具体的な規律の枠組みですけれども2つから成り立っております。1つが所得合算ルールという IIR。I 呼ばれるものそれからもう一つが経過税支払いルール、まあ、UTPR と呼ばれるものでございます。でこれらを合わせて、まあ、グローブ、 というふうに呼んでいるわけですが、これはまあ欧米だとですね、こういうまあ英語で長い言葉になるものについては、イン語をつけてですね、分かりやすいトーイン語をつけてまあこう呼び鳴らすということがよくあるわけでございますけれども、今回このグローバルアンチベースエロージョンルールということで、その頭文字を取ってグローブということが言われているわけでございますで。このうち所得合算ルールの方は、 あ、この多国籍企業グループの親事業体の所在地国、ここが課税をできるようにするということでございます。つまり、多国籍企業グループが、まあ全世界に、まあ、いろいろ事業体、子会社とかを、まあ持っているわけでございますけれども、その中で、税率が低い国、軽課税国に。 えー、まあ事業体子会社とかを守っている場合があるとでそういった場合にこの多国籍企業グループのー、まあ、あー一番トップ親事業体に対してですね、えー、この、まあ、追加課税を、まあ、行うことができるようにするとこういうことでございます、えー、つまりは、まあ、あのこの親事業体の所在地国があ全体的にですね この多国籍企業グループが、あー 子会社とかあの事業のベースを、まあえー、経過税国にまあ移してです、ねえー、実効税率を下げようということをしている場合に、えーまあ、その経過税国での課税がです、ね、この最低法人税率を下回っているようなときにはです、ねえー、親会社の所在地国が、これが追加的な課税をすることができると、まあ、こういうルールでございます。 でまあ、もう1つがこの経過税の支払いルールということでございますけれどもここはあ,、まあ、ある意味ではあこ IIR の, IR の、まあ、尻抜けを防ぐと、まあ、こういうためのルールでございまして、えー、所得合算ルールこれがまあ適用されないような場合 にどうするかということでございますけれどもある種こ,のこういう枠組み合意に直接入らない国があった場合にです、ね、その国のにそのまま放置をしていると全体的にこのの 国際的な最低法人税率での課税ということができなくなってしまいますのでこのそういう合算ルールが適用されない国があったとしてそこに対してこの多国籍企業グループがですねロイヤリティその他の形で えーまあ、お金を流していて、まあ、これお金をルエイティその他の形で支払いを行いますとおそのお支払いを行っている国のエンティティ は当然、これ、課税所得が下がりますので、えーまあ、その所在地国では課税がだんだんできなくなってくると、それを防ぐために、経過税国にこの支払いをしているようなときには、それを損金参入を否認をするというような形で,です、ね、この支払いを行っている国、支払っ を行っている事業体の取材遅刻が課税をすることができるとまあこういうふうにしているということでございますなので、えー、まあ基本はこの IIR でございましてこの UTPR の方はある意味でこの尻抜けを防ぐルールと、まあ、こういうふうに考えていただければと思います でこのグローブのルールですけれどもお具体的にはまあ国際的なあ枠組み合意でございますので、えー、どういった形でこれをお まあ実現していくかということですけれども、今、この合意をされている中ではです、ね、以下のような形で、この枠組み合意を実際に実現していくということが予定されています。まずベップス OECDG20 の,のおう枠組みでですね、数年前に BEPS に関する合意ができたわけですけれども、この OECDG20 の BEPS に関する合意をお行ったときにですね、 法律的枠組みということで、えー、この OECDG20 に入っていない国も含めてですね、えーまあ、参加をすることができる、まあ、オープンな枠組みになっているわけですけれども、このベップス法律的枠組みに参加をしている国は、このグローブのルールを自ら採用しなくてはいけないということには、 あなってないわけですけれども、少なくとも他の参加国がこのグローブのルールを適用すること、これは受け入れる、感受しなければいけないと、こういう形になっています。で、えー、仮にこの BEPS 法制的枠組みの参加国がグローブルールを採用するという選択をした場合にはですね、この 的枠組みで定められるモデル規則やガイダンスを考慮した上でですねそれと整合的な形での国内法の実施執行こういうものが求められるとこういう,う、まあ、立て付けになっております。 要はあ、まあ、国際的な合意ですので、えー、これ直接この課税ルールとして執行するためにはあそれぞれの国で実際国内法を制定をしてで執行していくということが必要になるわけでございます。これれ国際的合合意意といっても合意をしたらあそれが何か あこの加盟国全体の中で直接適用することができるというものではございませんので国家主権の問題ございますからしたがいまして、えー、これを実際に執行する場合にはあこの各国が国内法を改正した上でこれを執行するということになるわけですけれどもまあその際にはあこのグローブルールを採用する場合には 各国が点でバラバラの形で国内法を作るのではなくてですね、この今回の国際枠組み合意に従った形での国内法を制定し、執行するということが求められ、一応、この別府ス法摂的枠組みに入っている国は、このグローブルールを採用すること、義務付けられてはいないわけですけれども、 他の国がそれを、まあ、あ採用した場合にですね、えー、それに対して、えーまあ、その効果を無にするような政策を取ってはいけないと、まあ、こういうことになっているわけでございます次に参ります。 で全体的に、えー、このピラー2について、えーまあ、私として、えーまあ、どういう評価をしているかということでございますけれどもまずこのグローブルールが実施されれば多国,多国籍企業グループとしてはこのまあ理論上は世界のどの国に利益を移転しても最低法人税率での課税は免れないということになります。しいましてて、まあえてえー、事業の拠点 とかをですね、軽貨税国に移して利益を移転するという動機が薄れるということになります。従いまして、この数年前にベップスに関する合意ができたわけですけれども、その時課題になっておりましたのは、まあベップスに関する合意というのはあくまで えー、このいろいろなあ、まあ、あ風逃れのテクニックを封じ込めるということにとどまっておりまして、えー、経過税国に事業拠点を置いてそれで節税をするということに対しての抑止力にはなってなかったわけですけれどもそれを封じ込めにいくという意味ではですね、まあ、あこの ある意味で従来残っていたこの過剰な多国籍企業グループの節税を封じ込めるという問題点に対する対応策となっているというふうに評価できると思います。でそれぞれの主権国家の側からするとですね法定税率の引き下げや税制優遇措置によってですね実効税率を低くして えー、多国籍企業グループを、まあ、自国に呼び込むということがむ難しくなるという意味では主権の制限の、まあ、色合いがあるわけですけれども一方でこれ放置をしておくとお、まあ、それぞれがあ多国籍企業誘致のために過剰な競争に走ることになって結局この底辺への競争が生じることにまあああ。 まあ今までなっていたわけですけれどもこういったあーレース・スザボトムとややされてきた法人税率の引き下げ競争に、まあ、歯止めをかけるということが期待できるわけでございます。でこのことによってですね、えー、この、まあ、経済のデジタル化によってですね従来よりもお まあ簡単に経過税国に事業拠点を移してですね設営ができるということに対して今までの国際的な課税制度が十分な対応ができてなかったという批判ですとかそれから新型コロナウイルス対策のために各国で今後かなり歳出を増やしていかなければいけない。 状況にあるわけですけれども、そのための財源としては、当然、税収が重要になるわけで、この税収が十分確保できるようにするためにはです、ね、この法人税率の引き下げ競争に歯止めをかけなければいけないと。で、そのために、この国際的な最低税率の合意が今回できるということは、非常に大きな意義を持っているのではないかと。 いいうふうふに思っているところで,ございますではまあ,あ、えー、我が国への影響でございますけれどもお特にじゃあ,あ日本の多国籍企業グループにとってどういう影響が。 まあ、起きるかとといいうことでございますけれども短期的な目線で見るとこれはまあ負担の増加になることはまあ間違いないところではございます。まず一つはこの国際的な最低税率が設定されるわけなので日本の企業グループでも経営課税国に今事業拠点を設けている会社にとっては最低税率のところまではもう課税されてしまうという意味では負担増になりますし。 かて、えー、で加えて今回のー、えーまあ、あーピラー2ができたからといって従来のタクシ分対策税制これ、まあ、あかなり機能が重ねでやっているところがあるんですが趣旨が違いますので基本的にはあタクシ分税制そのものは、まあ、残り続けるということになると思いますそうすると企業にとってみるとタク成分対策税制にプラスして この国際的な最低税率課税、この両方に対応しなければいけなくなるので、まあ短期的な目線で見ると負担が増加するということになるかと思います。ただもう少しま広いビッグピクチャーで見てみますと、日本企業はグローバルに見てもですね、今までまこういう過度なタックスプランニングをずっと行な いいいななかったあととうこでで著名なわけでございます、えー、日本の多国籍企業グループはこのタックスプランニングの分野で見てみますと欧米の企業に比べて、まあ、あ2週も3週も周回、まあ、遅れの状態であると、まあ、よく言われてたわけでございますけれども周回遅れの状態にあるということが何を意味するかといいますと要はアフタータックスベースでは あこの欧米企業というのはあこのかなりアグレッシブなプランタックスプランニングをやって、えー、まあ法定税率、えー、実行税率をかなり低く抑えてきたわけでございますそのガーファーとかはあー10パーから15パーということはよく言われてますけれどもおそういう意味でかなり低い 法人実行税率でやってきたと一方で日本の多国籍企業グループはああ25パーとかですね国際的にかなりこの高い実行税率をもとで,で経営をしてきた。 わけでございまして、企業が最終的に、えー、研究開発投資や、まあ、MA といったような分野に、えー、資金を投じようとする場合、と、その元でとなる、まあ、原資は当然アフタータックスベースの利益になるわけでございますので、まあ、今までは日本の多国籍企業というのはある意味で、まあ、これはあ まあ妙に日本の多国籍企業が真面目だということなんですけれどもタックスプランニングアグレッシブになっ行ってなかったがゆえにかなり不利な土俵で戦ってきたということになるわけです。それが今回 国際的にこの最低税率課税が入りますとこのアグレッシブなタックスプランニングの効果が相当減災されるということになりますのでこの競争環境は日本の多国企業グループから見るとむしろより同じ土俵に近づくことになると思われます。これれれレレベルルプレイングフィールドと呼ばまますけれども従いましいて中長期的に 見ますと、これは日本企業、日本の多国籍企業にとっては競争する土俵が同じになるとです、ね、ある意味ではこの国際競争の分野でも日本,にと日本企業にとってです、ね、プラスの面が相当程度あるのではないかと。 いいう,うに思わわれるわけでございますよくまあ,あこれアネクロート的な話でございますけれどもあのソニーがあー例えばあ iPhone とかですね、えー、この iPod を、まあ、なぜ開発できなかったかということをよく言われてソニー開発できたはずなのにアップルがまあ,あ だけが開発できてソニーが開発できなくて、えー、日本企業は何やってるんだというようなことがこう言われたりすることもあるわけですけれども実は法人実行税率の観点で見るとアップルはあーこの GAFA の中でもですね最も早くからあ積極的なタックスプランニングをやってた企業でございまして長らく 国際的な実行税率10台であってです、ね、これでま,あまともに競争しろとソニーさんに言うこと自体がまあ結構酷な話ではあるということだったわけですが、まあ、今回こういうものができると競争環境がまあ広い意味ではあまあ公平な状況に近づくということになるのかなというふうに思っております。 で一方で、タク成分対策税制が残りますので、まあ、相当その、の何て言いますか、企業にとっての手間暇は重くなるということでございますで、なぜこのタク成分対策税制を残さなければいけないかということなのですが、この今のタク成分対策税制は、まあ、まずそもそも中小企業や個人にも適用があるという意味では、 今回の国際的な枠組み合意だと7億5000万ユーロ以上の売り上げがある多国籍企業グループですからすごくまあ大規模な多国籍企業グループにしか適用ないわけですが、核成分対策税制は中小企業や個人も含めて網をかける制度であって、かつて加えてその趣旨は あまあ、租税回避の防止策とといいうことにあるわけでございます、まあ、中小企業とか個人も含めてですね、えタック成分とかを使って、えーまあ、租税回避を行うことに対する防止のための規定ですので、えーまあ、これはある意味で、えー、国債最低課税ができた後も、タック成分対策税税、まあ、趣旨が違うので、残さざるを得ないなとの,のではないかというふうにまあ思ってま いいるわけでございます。ただあ当然負担が増加してしまうことになるわけですので、まあ、今の宅成分対策税制に関してはですね相当程度まあ簡素化した上で、えー、適用範囲を限定してですね、えー、この企業の事務負担 とかを減らすための努力はこれは必要ではないかというふうに思っておりまして私が参加をしておりましたデジタル経済化における国際科学研究会でもまあそのような点が指摘されているところでございます次に参ります で、えー、この参考までに、えー、この今回のグローブルールの中の特に所得合算ルールと宅成分対策税制、非常に似てるわけなので、まあ、それを図で比較したものが、この4ページ目の表でございます。こ、えー、このの CFC 税制といいう,うに書いてますがあ コントロールドフォーリンカンパニーの、まあ、略なのですが、国際的には CFC 税制という名前で呼ばれることが多いので、日本のタックスヘ対策税制もこの名前で呼びますけれども、日本のタックスヘ対策税制は、この表の上の方に書いてあるように、目的特徴は日本での税負担の軽減の防止。からあ 租税の負担割合の計算、事業体ごとに行いますし、経済実態というものは、経済活動基準というもので考慮していくと、こういう特徴があるわけですが、今回入る国際的な最低税率課税については、目的が、租税回避の防止ではなくて、むしろ税率引き下げ競争の歯止めが目的で、実行税率の計算は、事業体別ではなくて、国、地域別で行うと。 で経済実態についてまあ、ある程度これはあ考慮せざるを得ないということでこのカーブアウトというものが設けられることにまなっておりますまあ、これがあ従来既存の多く成分対策税制との比較ということになりますで、えー、このピラー2の、まあ 制度設計はこういうところでございますけれども、これの導入を受けて、我が国の今後の税制の在り方について、どういうことを考えていかなければいけないかということをお話をしたいと思いますけれども、このえー、実はこの、国際的な租税競争というのは、あこの税率引き下げ競争でだけ行われているわけではございません。 むしろ国際的にはあこの無形資産をいかに自分の国に呼び込むかと無形資産とここで言ってる意味は 典型的には研究開発を行うような拠点そういうものをいかに自国に呼び込んで,です、ね、それで雇用を創出していくかということが国際的な課題になっておりまして。 えー、各国はこの無形資産の創出拠点をいかに自国に呼び込むかというところで、えーまあ、かなり熾烈な競争をしているわけでございます。で、えー、欧州諸国ではあかねてからこのパテントボックスと呼ばれるですね、えー、このお まあ国内に研究開発拠点を置いてそこでライセンス収入がこう研究開発拠点がそこにあるとライセンス収入を海外から得られることになるわけですけれどもそれに対する課税をすごく優遇するという制度が。 こうあったわけですで、えー、こういう,う、まあ、あ無計算の誘致のための負担軽減措置というのは、まあ、今回ピラー2が創出された後もですね、えーまあ、残る基本的には残ることが想定をされています。で、えー、アメリカはこういうものが長くなかったわけでございますけれどもおトランプ税制改革によってですね、えー、2017年に この無計算を おまあ、ある意味で自国に、まあ、押しとどめていくようにするためにですね、えー、このギルティという制度と、まあ、FDII という制度これを導入しました簡単に言いますとこれ複雑な話なので詳細申し上げませんけれどもギルティというのはあこれはあこの海外に無形資産を移転した場合にはですね えーまあ、今回の国際最低税率とちょっと近いんですけれどもお無形資産を海外に移転した場合には、まあ、追加的な課税がされると、まあ、こういうものなんですが、えー、これと同時に FDII という FIDI、まあ、と呼ばれることもありますけれどもに、えー、米国内に、えー、この無形資産を、まああえー、きちんと、まあ、置いていた場合にはですね えー、この税負担が軽減されるとこういう制度も設けております。えー、従いまして、えー、このおまあアメリカやあこの欧州諸国はあ国際的なあ租税競争の中においてですね経産誘致のために税の面でも相当おこうお努力をしているわけです。 で日本では従来、この研究開発税制というものがこうあるわけでございますけれども、今までの日本の研究開発促進税制、DX 投資促進税制というのは、まあ、ある意味でまあ業界のお個別の要望をお、まあ、ホチキス止めしてまあこう出来上がっているというようなこう形になっておりまして、えー、ある意味でグランドデザインがまあない。 パッチワーク的なものにしかなっていなかったということが言えるかと思います。したがいまして今回、まあ、国際的な最低税率が入ることで企業負担が一定程度増加いたしますのでそれの見返りといってはなんですけれども日本にこの無形資産を誘致するないし日本からこの無形資産が海外に流出しないよう 日本でもこの研究開発や DX 投資促進税制を全面的に見直す必要があるのではないかというふうにまあ思っているわけでございます。でそれをまあこの先ほど申しました研究会の席上でもまあ強く主張したわけですけれどもその結果このデジタル経済界における国際課税の在り方研究会の中でこういうまあ文章が入っているわけですがこの各国が採用した FD ですとか IP レジウームといった税制上の処置にはあ、まあ、論点は存在をするとただこうした諸外国の動向を踏まえつつ国際課税の側面でも我が国にデータ等の無計算を形成保持集積し研究開発を含めて各種の事業活動に利用可能な税制整備して,おくしていくことはあこの極めて重要な課題であると。 で現時点では、ですね、我が国に無形資産を保持、集積することが必ずしも経済合理的ではないという現実を深刻に受け止めて、我が国における具体的な取り組みについて検討を深めていくことは急務であるということがこう書かれております。これは例えばあ企業の研究所お 例えばグローバルな製薬会社ですとかそれから先端技術の企業とかでですね研究開発拠点を海外に移転させるそれから移転までさせないにしろ新規の研究開発拠点を海外に置くことが増えてます。それは日本に こういうこの日本にそういう研究開発拠点を置くためのインセンティブが十分でないということに起因している部分が多分にあると思われますのでこういった面での取り組みが重要であるということを今回、この研究,所の研究会の報告書の中でも盛り込まれているわけでございます。 で一方で、ですね日本の場合にこの今、ピラー2については国際的な最低税率課税の面だけが注目をされておりますけれども先ほど申し上げました経過税支払いルール UTPR についてもきちんと導入しておくことは非常に大事ではないかというふうに思われるわけでございます。 アメリカでは実は先ほど言いました経営課税国に例えばライセンス料ですとかリース料といった形、あの利子だけでなくてです、ね、そういった形で、まあ、課税ベースが海外に流出することを防ぐための税制がトランプ税制改革の時に導入されております。通称 B と,と呼ばれて ビートはどういうものかといいますと一番下のところにデジム書いてございますけれども大規,模大規模企業について一定規模以上の関連会社へのお損金参入が行われている場合を対象とした、まあ、租税の侵食対策でございまして概要、まあ、国外関連者への支払いが損金されないと仮定した場合のおー、まあ、バーチャルな課税所得 税の10%と R&D の税額向上といった、まあ、それの適用前の実際のまあ法人税額とのお差について追加課税。 のの税率なのですがこれを行ううというものですこれによって海外にライセンス料ですとかリース料の形で所得が流出していくことを防ぐという税制を設けております。で日本の場合には従来この利子の形で海外に所得が流出することについてはこれはあいわゆる過少資本対策税制ですとか それから課題支払い利子税制といった形で、えー、対処規定があったわけですけれどもライセンス料ですとかリース料それから再保険料といった形で、えー、この海外に所得が流出することについては特段の立法措置が捉らえておりませんでした。あーでこのような状況ですと。 おーまあ、今回、国際的な最低税率課税が実現した場合でもお、まあ、それに参加しない国も当然こう出てきますしそういった場合にこの経過性支払いルールといったようなものがないと尻、まあ、抜けになってしまう危険が相当程度あるわけです。でアメリカにおいてはです、ね、先ほど申し上げた B と をこのバイデン政権のもとではシールドということでですねえ、さらに強化をするということが検討されています。これは、まあ、あ米国、特に、えー、この自国に親会社がない企業、まあ、米国から見てですね、例えばあ欧州とか、まあ、日本とか。 中国の企業がですね、米国の課税所得をライセンス料やリース料を親会社が吸い上げるということで、この課税ベースを侵食するような行為がどんどん増えているということで、そういう租税回避を防ぐ観点から。 このさらにビートを強化してシールドを導入するということになっているわけですけれども日本の場合にですねこのある意味では先ほどのーファーが典型ですけれども日本この後のデジタル課税のところで申し上げますけれども日本こそですね実は欧米に本社がある企業を に対するですね、ライセンス料その他の形での支払いライセンス料ですとか形式指導料ですとかリース料といったような形での支払いでですね、日本から多額の課税所得が海外に流出していっているという実態がございます。 うーこのー最近あの、アマゾンが、まあ、日本で法人税400億納めるようになったというようなあ新聞記事ともございましたがあこれ実は長らく、まあ、ほとんど日本で法人税、えー、大した額は払っていなかったわけです。その存在感と てまあ,あ著しく低い税負担で日本で事業をやってたわけでございますけれども、まあ、そのための手段として、えー、まああの後で述べますデジタル課税のところで問題になるようなやり方ですとか、まあ、それからあまあ日本国内からまあいろんな形でですね、えーまあ、支払いといったことで利益を吸い上げるということをやってたわけですけれどもそういうものを抑止しておくことは日本の国益の観点から非常に まあ大事である従いましてまあ今回のまあデジタル経済界における国際課税研究会の報告書の中でもですねこういうまあアメリカのビート税制も参考にしつつ外国企業の日本子会社に対するまあ利子以外の形態によるまあ 税所得の海外流出、これに歯止めをかけるための損金参入支払いを制限する措置を点検討することが望ましいというふうに謳われていますが、この部分非常に大事なところではないかと思っております。以上がピラー2でございました。あ次に、えー、第1の柱、ピラー1とデジタルサービス課税についてお話をさせていただきたいと思います。えー このまず、ピラー1はもともとデジタル課税と呼ばれていたものでございまして、もっと直接に言うと、まあ、ガーファに対して、えーまあ、課税すると、GAFA のー、まあ、グローバルなあ法人実行税率が10から15%ぐらいと非常に低い。 いい状況になったということはあ、まあ、よく言われている話ですがあそれはどうして実現できていたかといいますと、まあ、あダブル・アイリッシュ・ウィザ・ダッチ・サンドイッチといったようなですね非常に巧妙なあ租税回避のためのスキームを駆使していたということもありますけれども g ファ a 特に グ、えーグルやアマゾンアップルとフェイスブックもそうですけれどもは基本的にデジタルのサービスが中心でございますのでデジタルのサービスというのは必ずしもそのお客さんがいる国に物理的な拠点を設けなくても その国においてサービスがあ、まあ、展開できてです、ね、収益を上げられると、まあ、こういう特性があります。で、この今までの国際課税ルールというのはあそのお客さんがいる国に、えーまあ、物理的な拠点を置かないとこれ、高級的施設 PE パー,ソ、えー、パーマネントスタブリッシュメントと呼ばれますけれどもこれを置かないと課税できないということになっていたがゆえに デジタルの世の中になってですね海外から直接インターネットで、えーまあ、サービスをこの提供できるということになると物理的な拠点を置かなくても、まあ、収益を上げられてしまうとそれ、えー、が、まあ、あ一つの課税のループホールになっていて GAFA のようなデジタルサービスカンパニーは 非常に低いいい法人実行税率を享受でできていたわけでございます逆に言いますと従来の物理的拠点を置いていないとお客さんがいる国市場国と呼ばれますけれどもその市場国では十分な課税ができないとこういった問題があってこれが グローバルにデジタルサービスが拡大していく中で従来の,この国際的な課税ルールの脆弱性がどんどんあらわになってきたというのが、まあ、2000年以降の状況だったわけでございます。でこのよう状態を打破するために今回導入されるのがピラー1でございまして。 えー、このピラー1に関してはですね、えー、具体的制度設計としては全世界収益が200億ユーロ、まあ、大体2.6兆円超かつ売上高税引き前利益率10%超のー巨大な多国籍企業グループ百社弱になりますけれどもこういったものに関する限り国内に物理的拠点がなくても 収益が生じた場所で課税できる仕組みを設けると、まあ、利益 A、まあ、アマウント A と呼ばれているのですがこういう仕組みを入れるというのがこの今回ピラー1の骨格でございます。でえー、このお ピラー1で各国ごとにですね、ネットの税収の勝ち負けがどうなるかというのを計算で出した人がおりまして、タクスノット・インターナショナルという、これ、世界的に有名な税務、国際課税の雑誌なんですけれども、これに載ったものですけれども、この各国の税収の勝ち負けを表にしたものがございます。 これでまあ見るとお分かりの通り日本は右から2番目つまりえまあ最も勝ち組なわけでピラワンが入るとまあ日本のネットでの税収は1.5ビリオンを超える税収増加がえまあ見込まれるということになるわけでございます。他方を あごめんなさい左からですねあの失礼いたしましたで、えー、左から2番目にジャパンこれ書いてあるわけですけれども他方最も負け組はあこの一番右に書いてますけれどもユナイテッドステーツアメリカでございますって圧倒的な負け組で、えー、このピラー1ができることによってですね税収差し引きで10億ドル、まあ、失うということになって これはあこの当然のことながらあーアメリカが GAFA をはじめとしてです、ね、こういうデジタルサービスの有力企業を数多く抱えているということが理由であるわけですけれども、まあ、こういった形で、まあ、税収の勝ち負け が、まあ、あー視覚的に分かりますのでこれからするとですねこのピラー1というのはあ個別の企業これピラー1の課税を受ける企業さんにとってはあこう冗談じゃないというところは当然あろうかと思いますけれども日本国全体としてみるとこのピラー1ができることは あ税収の増加という意味で非常にいいこの国益にかなっているということになろうかと思います。でえー、ここのの日本企業はこのお 対象となる100社弱の中に、まあ、7社ほど含まれているというふうに言われています。で、えー、7社、えー、ある意味でですね、この7社に含まれるというのはあ非常に歯矢ある事態でございました歯矢あるというのはどういうことかといいますと、 このピラー1の対象になる企業というのは、まあ、売上高だけでなくて、もう一つ、売上高税引き前利益率10%超という、まあ、非常に高い利益水準をクリアしているという意味ではです、ね、えーこのおまあ、それだけ高い利益率を達成できているという意味では、あーこの非常に有料な企業であると。 いうことがまあ言えるかと思います。ただ日本の場合にこの七社の中にですね、うち三社は実は携帯キャリアでございまして、えー、まあ NTT ドコモ。 AU それからまあソフトバンクといったところでございまして、えー、このそういったところはあー、まあ、携帯キャリアさんは基本的にあまり海外では大きなビジネスをやっておられませんので実はそのおーこの今の携帯キャリアを除くとお、まあ、大きいところとしてみると、まあ、トヨタさんとまあソニーさんということになるかと思われます。でトヨタタさんからしてみるとです、ね、デジタルサーービスカンパニーではなく なくて、自分たちは物作りカンパニーであると、なのに何で、まあ、こういう風に巻き込まれなければいけないのかと。 というふうに思われるのは、まあ、大変理解ができることでございます。でただ、これは政治的妥協の産物でございまして、あまあアメリカとしてはですね、デジタルサービスカンパニーだけを狙い撃ちというのは、これはもう本当に GAFA 狙い撃ちにしかならないので、まあ、言い換えればアメリカ狙い撃ち課税になってしまうと、それではあこの政治的にもたないということで、 そういういデジタルサービスカンパニー狙い撃ちではなくて、ですね、えーまあ、デジタルサービスカンパニーの特徴というのは、非常に高い利益率であるというところから、ですね売上高税引き前利益率10%超というところで線を引いたと、その結果、豊田さんは非常に有料企業なので、えー、この7社の中に入ってしまったと、まあ、こういった流れになって。 ししままってまして、まあ、政治的妥協の産物に巻き込まれてしまっているということではう大変、えー、もうお気持ちを察するにあまりあるわけでございますがあ、まあ、そういった結果こういう線引きがなされているということでございます。で、まあ、先ほど申しましたとおり DKA がこれ導入されると日本は相当税収を得られますし、えー、それから GAFA あとかと比較した場合にはですね、この日本の国内市場においても非常に低い。例えば日本の IT カンパニーをまあ見た場合でも。 Z ホールディングスさんですとか、あ楽天さんといったようなところ、まあ、日本の IT カンパニーあるわけですけれども、あのもっと高い実効税率の下でビジネスをされていますので、GAFA のようなところがですね、日本で、えー、まあ基本的に日本であまり法人税を納めずビジネスをしていると、これに対し対抗していくのはなかなか厳しいわけでございますので、そういう意味において国内、日本の国内市場において、 そういう、まあ、デジタルサービスカンパニーの企業と、まあ、その外国のデジタルサービスの企業との間の税負担の公平性が図れるという観点からもこのアマウント A は画期的であって私としてはその実現に期待した方がまが、あ、日本国としてはいいのではないかと思っているところでございます。 でただ一方でこのアマウント A が本当に実現するのかというのは相当に予断を許さない状況だと思っております。こ,れこの10月にです、ね、最終的な国際合意が達成 されるとまあ現在見込まれておりますけれどもこの、えー、先ほど言いましたです、ね、通りですねこの今回の国際課税の合意というのはあくまで OECDG20BEPS 法摂的枠組みに参加している国による国際合意でしかなくてその国際合意の中身はあそれぞれの国において、えー、このルールに従った国内法をできるだけ整備しようねという合意にしか 過ぎないので、最終的に各国の議会においてですねこの多数国間条約が批准されなければこのアマウントへの合意ができたからといってもその国で実際に国内法ができない限りはこの課税が実現できないということになってまう。 しまうわけでたがい,いまして政治的に各国においてこのアマウント A の国際合意が成立した後それが国内放火されるか、まあ、その条約が これ、各国が批准できるかというのが非常に重要なわけでございますけれども、今のところのスケジュールでは非常に野心的な目標が示されてまして、えー、来年2022年に多数国間条約を策定して20、2023年再来年から実施するというスケジュールが設定されていますが、これは相当に野心的ではないかなというふうに思っております。少なくとも 国際合意まではこぎつけられたとしても各国がです、ね、自国における議会等での総税条約の承認手続きにかなりの時間を要し、まあ、承認手続きに失敗してしまう可能性も指定できないかと思います。で特に問題はアアメメリリカカでございましてこれアメリカは先ほどのの税収の勝ち負け グラフのところで示しましまた通り圧倒的に負けけ組なわけですただバイデン政権国際協調を重視していることもありますしあとガーファーとかがですね税収十分に納めていないと税収に十分貢献していないとこれは広い意味での格差の拡大につながっているという問題意識から 多少その国益には反するかもしれないけれどももっと高い見地からこの国際合意に参加しようというふうにしているわけですけれどもアメリカの議会でこれが通るかどうかっていうのは非常にこの。 まあ難しいいとところではないかと思ってます現在アメリカでは条約批准の権限は上院にあるわけでございますけれども上院の議席配分はあ与野党ともに50議席できっしていて、えーまあ、50議席両方一人のうなんて言いますか増派も出なかった場合にはこの50対50になって アメリカではそういった場合には最後、上院議長である副大統領の投票で決を取れるので上院で民主党がかろうじて過半数を確保している状況ですけれども条約については過半数では通りませんで 合衆国憲法ではそもそも上院について、えー、条約改正に関しては3分の2という高いハードルが要求されてますしかつ慣例上は租税条約の批准には全会一致が要求されております。 でこういった中で、ですね、えーまあ、共和党、まあ、トランプさんの、まあ、影響力も強いわけですけれども、そこがあこの多数国間条約できたとしても、その批准に応じるかというのは、まあ、極めて、えーまあ、難しい状況であるかと思っておりま,す従いまして、えー、この、えー、アマウント A があ合意はできたけれども、実際の課税ルール、 としては実現できないという事態も相当程度想定しておくべきではないかと思います。でそうした場合に 我が国としてもフォールバックオプション、要するにその国際合意が最終的に実現できないないし実現するまで相当長期間かかってしまうときの備えとしてこのイギリスやフランスとかですでに導入されているデジタルサービス税について積極的に検討すべきではないかというふうに思われます。そそれは先ほど申しましまた通りその えー、税収の勝ち負けグラフでも明らかですけれども、まあ、すごく簡単に図式的に言いますと、日本のお市場において収益を上げている外国のまあデジタルサービスカンパニーが日本に十分な税収を落としてないということを示しているわけでございます。したがってこのアマウント A に関する 国際行為が実現できなかった場合にはですねある意味でこう日本のデジタルサービスカンパニーにとってみるとこの海外では例えば楽天さんとかがイギリスやフランスでビジネスをしようとするとこのデジタルサービスタックスがかかるわけですが日本にこのデジタルサービスタックスがないと。 いうことだと、おまあ海外ではこれ課税を受けるのに、日本では海外税に攻め込まれてしまうということで、レベルプレイングフィールドが保たれない状況は放置されることになるうように思われます。従いまして、えー、このおまあ日本のデジタルサービスカンパニーのおー皆さんもですね、えー、このお日本でデジタルサービスで DST があー導入されるとお、そういう意味で目先 課税負担にはなるとは思いますけれどもグローバルなあもう競争環境という意味ではこのデジタルサービス税を海外でだけ、えー、それぞれの国が勝手に、えーま、制定執行して日本だけがやっていないと競争環境的にはあ、まあ、公費税が保たれてないことになるのではないかというふうに思われますので私としてはこのフォールバックオプションとして デジタルサービス税について積極的に検討すべきではないかと思っているところでございます。で、えー、国際的にこのじゃあデジタルサービス税、DST、どういう状況になるかということですけれども、現在、世界の35か国がこの DST をすでに導入済み、また検討中でございます。すでに導入済みの国としては イギリス、フランス、イタリアといったようなところがおどころでございます。で、この検討中の国としても、例えばブラジルやカナダとかは検討中であります。で、これに対してアメリカはこの ある意味で、えー、米国のデジタルサービスカンパニーの狙い撃ちの税だということで、えー、連邦通商法の301条の調査を経てですね、報復関税の実施を決定して、 各国を牽制しているとこ,ろでございますでこれは、えー、アメリカの構造的な問題があってアメリカはあ日本でいうところの消費税を連邦ベースで、えー、導入することがあこれが憲法上できない。 いいわけでございます、まあ、むしろこの付加価値税は州の権限になっておりまして DST は基本的に付加価値税の性質を持ちますので、えー、アメリカ連邦でベース DST を導入できないという弱みがありましてある意味でそれがあるがゆえに今回アメリカが多少その税収ベースで失ってもこのアマウント A の国際合意に えー、まあ踏み込んできたということになるわけでございます。で、えー、ただアメリカでもまあ連邦はそういう意味では DSC 導入できないわけですけれども州レベルではすでにメリーランド州が、えー、DSC 導入してまして、えー、この同様の税制を サチューセッツですとかニューヨークテキサスウェストバージニアといったところも同様の税制を検討中ですので州レベルではこういう DST できてくる可能性がありますしたがいまして、まあ、DST 今入れてない主な国というのは日本とドイツでこの2国はやはり代表的な国際協調主義 の国でございましてできる限りこのアマウントへの国際合意を優先するというまあある意味でかなり志高くやっているところでございまして、えー、アマウントへの合意ができることはこの,この日本にとっていいだけでなく国際的にもこの先ほどの従来の国際課税ルールが 構造的変化、デジタル経済に対応できていないというところを、まあ、あーに対応できるものとしてできるだけこのアマウント円のー、まあ、実現にあー国も努力すべきではあると思いますがそれがあこのお 導入に相当時間がかかってしまうような時にそれまでの間の経過的措置として我が国でも DST を入れることを真剣に検討した方がいいのではないかというふうに思っております。で、えー、この DST この物理的拠点がなくてもお例えばあまあすごく簡単に言いますとおこの、えーまあ、Amazon で、えー、こので Kindle 版の書籍を買いますと、これまあそうすると売り手はまあよくこう見てみるとですね、あの Amazon International LLC みたいなそういうところが売り手になっていて、あれは直接実は あの外国の会社からこの Kindle 版の書籍を買っているという形になるわけですけれどもそれはそうしますと日本に別に物理的拠点がなくても、まあ、iPhone とか持って。 いればあアマゾンの電子書籍を買うことができるわけなので、えー、そうすると物理的な拠点がなくても日本で収益を上げることができてしまうとこういうことになるわけですがじゃあ逆に物理的な拠点がなくても何で活用できるのかということの、まあ、理論的根拠についてはいろいろな考え方があるのですがあこのロケーションスペシフィックレントという,う要はあそのお市場国の 固有のある種の連動が生じているという観点から、このユーザーが所在する国での課税をー、まあ、ユーザー国がするということは正当化できるという見解も出ておりますので、そういう意味では、このお、まあ、経済学的にもこの DST をかけることにきちんとした根拠はあるというふうには思われます。ただ一方で、 えと通商法上の問題がよく指摘されてます。えー、特に DST 導入した場合に WTO 違反なんではないかという,う、まあ、あそういう指摘もあるところでございます。これ国内産業保護のためだというふうに見られるとそういうことにもなりかねないわけですけれどもそうではない形で制度設計をすることも十分できるのではないかなというふうにまあ思っています。 おりますその他 DST に対する市販としては巨大 IT 企業にデジタルサービス税を課したとしても結局そのデジタルサービス税の分だけ料金に転嫁をされてしまうので競争環境の改善にはつながらないんではないかとそもそもマーケットの占有率が高いので簡単にこの 課税を転嫁することができて転嫁されるとこれはデジタルサービスカンパニーへの課税ではなくてユーザーに対する実質課税になってしまうのでそれ意味がないんじゃないかと。 まあいう批判も強くありますそれはそれで正当な批判だと思うんですがこれはまあ,ある意味で、えー、この消費税の転嫁と同じような話でございまして競争法的なアプローチで、えー、まあ対処すべき話なのではないかなと要はそういうデジタルサービス税をされた場合に、まあ、直ちにこの ユーザーに対する料金値上げができるというのはこれは当然そのマーケットで極めて高い、まあ、河川状態ができてるからこそそういう料金への転嫁ということが簡単にできてしまうわけでそうするとそれはそれで競争法上問題ではないかと思うので。 まあ、DST が課税された場合のお、まあ、ユーザーへの料金の転嫁の問題は競争法によって対処すべきなのではないかというのが。 私自身の見方でございますで当然国内のデジタルサービス事業者にとってみるとこの DST その内外無差別の状況の下で導入しようとする場合には当然アマゾンやフェイスブックに対して DST 化すのであれば楽天やヤフーにかけざるを得ない。 ので、えーまあ、デジタルサービス事業者にとって、えーこのおまあ、追加的な負担になりますし、もっと言うと、アマゾンやフェイスブックは日本でそれほど法人税を納めていないので、まあ、DST が隠されても、まあ仕方がないというところがあるかもしれませんけれども、まあ、楽天さんとかヤフー,、まあ、ーさんとかは日本国内で法人税をきちんと払っている上に、さらに DST まで。 課されると一種の二重課税なんじゃないかというま問題はまありるかと思います従いまして実質的な意味でそういう問題があること自体は理解できますので国内のデジタルサービス事業者については一定のま損金算入ですとか あこの税額控除といったようなものをまあ認めて、えー、この実質的な法人税との二重課税の問題をある程度排除してくいくことが必要なのではないかなというふうにまあ思っている次第でございます残された論点でございます。 えー、多分最後のページなんだと思うんですけれども、残された論点としてはですね、えー、とこの今、えー、ピラー1とピラー2の話を申し上げましたけれども、このピラー1とピラー2の話以外の問題としてですね、すでに現在、海外事業者と まあ、国内事業者との間では、まあ、一重し不公平がが生じていいる部分がこうございます、えー、特に消費税については、あー税率が10%になってから、まあ、非常に重要性が増しているにもかかわらず、議論が十分蓄積されていなくて、従来、顕在化していない論点が多い。 のではないかと思われますでこれはあの先ほどのデジタル経済界における国際経課税研究会の中その報告書の中でも指摘されているのですが例えば越境取引については消費税法上非常に今大きな穴が開いているところです。どういういいことかととかますと消費税 法上ですね、今、基準期間の間に日本国内での課税売上高が1000万円を超えない限り免税事業者になることができるということになっています。これは国内の中小事業者の保護のためにこういうものが入っているわけですが、これ、えー、中小の事業者であればいいんですが、例えば、あ GAFA のような巨大なところが日本に初めて進出してくるといったような場合海外でどれだけ巨大な売上高を誇っていても国内の課税売上高が1000万円を超えていなければこれ免税事業者なので進出後どれだけ国内で売上高が急拡大。 したとしてもですね例えばもう初年度から売上高が50億とか100億とか行ったりしても進出後2年間は免税事業者になってしまうということでございます免税事業者ということは消費税10%かかっ かからないということですので、えー、非常に大きな問題になるわけでございます。で、えー、さらにですね、えー、このもっとひどいまあ乱用的な あまあ、租税回避の方策もいろいろ出てまして、えー、要はこれ、新規の事業者かどうかというのは、法人単位で見ていくことになりますので、えー、例えば指摘されているものとして、オンラインゲームの販売業者が、新たなゲームタイトルを発売するために別法人を創設すると。 例えば海外に親会社があってゲームタイトルごとに、えー、その日本に、えー、とな例えば「ファイナルファンタジー12345」1, 2, 3, 4, 5といったような形でですね順に会社を設立していくとその、えー、なんて言いますかその会社ごとに最初の2年間免税事業者になってしまうのでもうずっとこうあ,のおある意味でゲームのタイトルの新鮮度 でまあ二年ぐらいだとするとですね、まあずっと免税事業者として販売し続けることができるというようなですね非常に大きな問題がございます。でそもそもやはりあの消費税について私はもう液税の問題とかは非常に大きな問題こう液税 はあ要するに消費者が納めた税金を事業者が手元に自分のものとして取ってしまうというです、ね、とんでもない制度でございまして、疫税はあこれもっと問題にすべきで、えー、これ、中小事業者の保護ではなくてです、ね、国民相互間における著しい不公正の問題でございますので、疫税問題は早急に解消すべきであると思いますし、この免税事業者の問題も この、まあ、越境取引に関連して考えると非常にひどい話だなというふうに思われると思いますけれどもこれは日本の事業者でもあの 法人が全部別であればですね、風邪売上高が1000万円を超えない限り免税事業者なので、これ、いくらでもこういうことできてしまうので、やっぱりそもそも免税事業者のこう制度とかもですね、この乱用ができないように、もう少し制度的に網をかけるべきなのではないかというふうに思っているところでございます。したがいまして、この今回の国際合意と関係ないわけでございますけれども、特に、 まあ、越境取引に関連する消費税についてあのまあ数年前にリバースチャージの形で,です、ね、あの海外の、まあ、デジタルサービス事業者が日本国内でデジタルサービス展開する場合でも、まあ、消費税を一定程度納めるという制度できましたけれどもまだまだこういういろいろな大きな穴が開いてますし消費税率10%でも相当高くなってますので こういう疫税問題とか免税事業者問題についてもそろそろ消費税の問題を触っただけですぐ政治問題化するというのは極めて不健全でむしろ一般国民の側からするとこういう不公正がまかり通っていることはむしろ問題ですのでこういったことは早急に解決していくことが必要なのではないかと私は思っているところでございます。 ということでちょうどいただいたまあ一時間の時間を十分程度オーバーをしましたが私の方からの話は以上とさせていただきたいと思います長時間ご清聴誠にありがとうございましたはいどうもありがとうございましたあの今日はあの大変重要な指摘をあの dst のところであのいただきましたぜひあの、えー、それもお聞きしたいんですけどえっと会場からあ、えー、リモートで、えー お聞きいただいている皆さんからの質問はあの Q&A で受け付けますのでテキスト入力およろしくお願いします。でその前にですねですからちょっと私の方で何問かお聞きしたいんですけどその dst のことをお聞きする前に今のちょうど最後おっしゃったその免税事業者の話規制の話、はい、じゃあこれは具体的にこれを改善するにはどういう具体的な方策が 例えばアアイディアとして必要になるわけですか例えばあの現在そういう意味ではあの国内での課税売上高が基準になっているわけですけれども中小事業者の保護の観点からあすぐに対応策として考えつくのはですね、えー、国内での課税売上高ではなくてその、まあ、事業者の おまあ、ある意味で、えー、グローバルベースでの、まあ、連結売上高を指標にすればそのガーファの日本子会社が免税事業者になっちゃうというような、まあ、おかしな事態は防げますので、えーまあ、それが直ちにどうワークするかというのは、まあ、当然ありますけれども、はい、あの国内のお課税、えー、国内の課税売上高で えー、この免税かどうかを、まあ、判定していてしかもその、えー、と国内の課税売上高についてもお少なくとも国内にあるこの同一の資本関係の傘下にあるところの課税売上高すら合算してないわけですよね。うん、先ほどののオンンラインゲームのあの、はい、業者が日本で次々にあの この新規に販売会社を作ると簡単に免税事業者になっちゃうっていうのもその,この法人格ごとにあの免税事業者がどうかを判定してるがゆえにそういう問題起きますので。 もちろんこれ、中小事業者の保護を必要だと思いますけど、それは真の意味で中小事業者だけ保護すればいいので、連結ベースで大きな売り上げだか持っているところにまでそういう恩典を与えてあげる必要は全然ないのではないかなというふうには思います。 現場実務を担当している人たちは、十分分かっていることだろうと思うのに、特に消費税10%になってから、はいはい、なんでちゃんとしたそういう穴が塞がれてないんですかまず私、ですねこれ、ちょうど日本記者クラブ様なので、申し上げてやっぱりマスコミがきちんと問題提起をしていただくことが重要ではないかと思っていて、ですねこれ免税事業者とか疫税で、も、えー、けている人は何も声を上げる理由はないわけですよね。うんうん でそれで、えー、一方でじゃあ免税事業者の免税点を引き下げるとか疫税問題どうするかっていうと、まあ、すぐう、まあ、政治的にはですね中小事業者にそういう負担を課して、えー、何なんだということになってしまうわけで、えー、もちろんだからそれで えーまあ、真の中小事業者でですね、はい、本当にとも手間暇あ、大変なですね個人商店のようなところは、きちんと対応すべきだと思うんですけれども、そういうような制度的な穴があるにもかかわらず、 あの消費税といっただけでですね直ちになんかすごい増税が行われるかのようなですね、うんえー、そういう,うまあ,あまあ報じられ方国民のセンチメントもあるんだと思うんですけれどもこれをもう少しですねやっぱりこの免税事業者の問題とか疫税の問題とかはひどいよねということを。うん まあ、マスコミの皆さんが声を上げていただかないとですね、多分あのう、えー、みんな問題に気づかないんじゃないかなというふうに思っております分かりました。で、あの、今日のその本題の方の、えー、っと、その、デジタル課税のところですけれども、はい、今日あの大変重要な指摘をいただいたのが、やはりその、まず、衝撃的なのは、この8ページの、 はい、この勝ち負け票ですよね、はい、もう日本があのたくさんあのこれで増収になるというのは当然、日本にとってはいいことですけど、はい、アメリカが圧倒的にその負けで、はいえー、ぜ大体およそ10億ドルぐらいですか、減収。 えっ、ー、とですね、これ実はですね、あの単位がビリオンなので100億ドルなんです。あ、100億ドルですか,か。日本について先ほど1.5ビリオンというふうに、まあ、1.5ビリオンは正しいんですけれども、1.5ビリオンだと要するに、えー、と15億ドルか。なるほどん。いいのか。だからアメリカの場合は10ビリオンだと、まあ、100億ドル。100億ドルですね、はい、の減収になってしまうと。だからあの なかなかこれが実際にアメリカ議会で通るかどうかっていうところに行くとなかなか厳しいものがあるだろうと。で、はい、それを考えると結局その今回我々はこの国際課税ルールについて一つはまあ最低税率15%でもう一つはあのデジタル課税というふうに言ってるけど結局そのピラー1のところは 本当はデジタル課税でも何でもなくて、とにかくデジタルっていうところで線引きがなかなか政治的に難しいということで、ある一定のその売り上げがあるといったようなところにも、ガンと網をかけて、そこからみんなでその税収を、課税しようとだけど、アメリカが一人負けっていう状況では、結局そういうことができないので、本当の 今すでに各国が導入しているあの本当のデジタルサービス税、DST ていうのについてもちゃんと日本は検討しておかないと危ないんじゃないかというあの非常に重要なご指摘をいただいたわけですけども、はい、これはその、まあ、日本がドイツと並んで協調主義をとっていて、はい、とりあえずは今、こうやって OECD とか G20 とか、はい あベースでそのベックスで、えー、議論されているところをまず尊重するというのはわかるんですけどすで、はい、にその今までそのフランスやらいろんな国はですね、はい、もう DST をすでに導入してるわけですよね、はい、そういう中でその何も検討もしてないっていうのはこれもなぜなんですが検討ぐらいはした上ででも実際にやるかどうかは その今の国際課税ルールの,その動きをちゃんと見ながらっていうのが筋だと思うんですけど、うん、まああの DST もまあある意味で増税は増税なんですよね。はい、<laughs> あのですからあの政治的にあの増税について。 えー、議論するのが、まああまあ、難しいというのはあるのだとは思うんですけど、はい、まあだから、まあ、今回経産省さんの方で、えー、このデジタル経済界における国際課税研究会で、まあ、DST についても、まあ、導入するかどうかともかく、うん、きちんと検討すべきだということは、まあ、こう出ましたので、はい、まあそういう意味ではあの政府全体としては何もやってないわけではなくて、はい、あて検討はちゃんと必要だということを初、まあ、めて。 でえー、オフィシャルに打ち出したという点では意味があるのかなとは思っておりますなるほどでその関連でさらにですねあの仮にです仮にその DST、えー、やるとした場合でもあの、まあ、今回の,そのピラー1についても言えることですが DST やろうとするとでも結局 GAFA などは圧倒的な河川体制になっているので、はい、結局それは あの転嫁されちゃって、ねはい、消費者がより高いものを買わされるっていうところに戻ってくるだけなんじゃないかとはい、はい、でそのこであの今太田さんがご指摘いただいたのはいやそれは競争法でも対応可能なんじゃないかというアイデアをいただきましたけど、はい、これは競争法でどういう理屈で対応可能になるんですか まあ結局、あのー、これ、えー、ある意味でですね、えー、このおーうーマーケットシェアが低いところは当然のことながら、d s で自分でかぶんなければいけないわけですよね。はいはい、で、えー、消費者に対して転嫁できてしまうというのは、マーケットシェアが極めて高い。 からなので,そで、ねえ、そうすると、まあ、なんて言うんでしょう、えー、割と分かりやすい例で言うと、優越的地位の乱用みたいな話で、<ー>えー、力関係として、まあ、その非常にこうあのガーファーが強いがゆえに、そういうことができてしまうわけですから、まあ、そこについては競争法的な観点から規制をかけていくということは十分できるのではないかなと思っております。ですから、その 価格転嫁ということは、はい、それはあの政府として、独禁法上認めないという理屈は立て得ると。そうですね、この価格転嫁を一切認めないかどうかはともかくとしてですね、うん、あの100%を全部転嫁してしまうというような状況がある場合には、あこれはあのその、まあ、高いマーケット支配力の所産であるということで、一定の 措置を講じるということはできるんではないかなと思っております。わかりました。あの会場からというかリモートでご参加いただいている方から質問が来ておりますが、えっと、時事総合研究所客員研究所の堀さんからです。家庭の話で恐縮ですが、アメリカはじめ一部主要国やアイルランドなど低税率国が批准しない場合、 国際課税制度改革のモメンタムは停滞し、再び国際的な法人税引き下げ競争に突入すると考えておいたほうがいいのでしょうか。その場合、低税率国へ本拠を移す動きが日系企業でも強まるでしょうか。というご質問です。はい。あのー えと今回の,あの国際合意の,、まあ、あの実現の蓋然性という観点なんですけれども、はい、やっぱりピラー2とピラー1はだいぶ大きな違いがあると思ってまして、ねはい、ピラー1はやっぱりアメリカの中でも政治的に極めて難しいテーマだろうと思うんですが、はい、ピラー2については、アメリカも全くなんて言いますか、はいあのお、自分の損になる話ではないわけですよね。はい、あのむしろアメリカは相対的 最近は法人税率はあの高い国であって、ですね今バイデン政権、法人税率を上げようとしてますけれども、この法人税率を上げる前提としては、ですねこのピラー2が実現できて、ですね、うんえー、例えばまあイギリスとかドイツとか、そういうところがですね法人税率をどんどん下げていかないと。 いうのがあってこそ自国の法人税率を引き上げることができるようになるので、うん、そういう意味ではあーピラー2はこれはまあ実現はするんだろうとないます。ですからあの、えー、底辺の競争への抑止と、うん と,いうところはですね私は少なくとも最低限実現はできると思っていてあ<ー>まあ問題はピラー1のところではないかなと思っています。ただ、ピラー1もアメリカが税収の観点でですね勝ち負けがまああいう形でかなり不利になっているにもかかわらず、うん、ピラー1の導入に合意をしようとしているのは 逆にじゃああ他の国としてはですね、うんえー、全部 DST を入れれば実質、うん、あの対応できるわけでそうすると DST を個別に入れられるとアメリカ企業数やられっぱなしですからそ,か、まあ、それよりかは、まあ、アメリカとしても国際的なあの枠組みの中でですねあの、まあ、投資的なルールの下でやってもらった方うが、ん、大きな目で見ると アメリカの国益にもかなうという。 それ当然あるので、まあだからアメリカが絶対批准しないかというとそうではないと思うんですが、逆に言うと、あのこれはあのアメリカがこういうところに動いてきたのは、英仏や、まあ、インドとかがですね、うん、DST を入れて圧力をかけているがゆえにこうなっているというところもあるので、まあ、あの日本もアメリカの議会の批准が遅れるような形であれば、ですね、うん、DST を入れていかざるを得ないんじゃないかと。うん 思いますそれから先ほどの,あの、えっと、ピラー2のところでですねアイルランドとかが批准しなかったらどうかということなんですが、はい、米国が批准しなかったら大変なんですけれどもアイルランドとか、まあ、ハンガリーとかが仮に、えー、こぼれたからといって。 でえー、その場合には先ほどの,の UTPR の経過税支払いルールがあるのでそうするとアイルランドとかに、えーまあ、支払ってるライセンス料とか、はい、まあそういうものを全部その損金算入をもう,う認めないということができるようになるのでですからこの UTPR のルールってそういう意味では あのそういうアイルランドですとかハンガリーとかがあこぼれ落ちた場合でも、うん、まあそれを対処できるう、うん、ための、まあ、仕組みで、まあ、アメリカがこぼれ落ちると結構つらいんですけれども、うん、アイルランドとかハンガリーとかであれば UTPR での対応で十分う抑止はできるので最終的には私はアイルランドやハンガリー持ってこざるを得ないと思います。そつまりその、まあ、よくある手としてその低税率のアイルランドなどに つまり知的所有権を管理している会社を置いておいて、はい、そこがその莫大な利益を上げているところの,その企業の,その利益の中から最終的にドーンとそのアイルランドなどでそのブランド管理しているような会社が利益をドーンと抜いてっていうようなことをそういう損金参入を先ほど言ったスキームで認められなくすればそれほど大きなそのもしアイルランドが 参加しなくても大きなな実害はないん,なんじゃないかなと思います。あ要するにアイルランドにあのお拠点を移してそこにライセンス料を支払うことで、えー、節税しようというインセンティブがなくなっちゃうのということですか。と、はいうこあとあと思うのはあの例えばアメリカの中でも、はい、あのタックスヘイブンっていわれるデラウェア州はい,は,いはい。結構ありますよね。はははいはい、はい ああいうところはそのアメリカとして国としてこういう動きに行ったとして州ごとでそうやって今事実上のタクスーで本社どんどん誘致してあの利益を上げてるようなところはこれどうなるんですか アメリカのタック成分と呼ばれているところはまたちょっと別でなんか例えば別にゼデラウェアとかも税率が低いわけではないんですよね<ー>そのうデラウェアの LLC を使うと、まあ、結果的にそういう,う、まあ、節税がこうできるようなスキームが作れるというだけ <laughs> LLC っていうのは日本でいうと合同会社なんですけれども <laughs> あの要は法人格があるんだけれども税務上はパスするというですねははそういうエンティティを使って、えー、このデラウェイに LLC があるんだけれどもその社員は実はケイマンにいますと。 <laughs> そうするとデラウェアは全部超パススルーなのでデラウェアでは課税できなくてですねまあそのケーマンに全部利益が飛んでるという形ができるのであれはまたちょっと別の問題ではあります。なる分かりましたえー それでは大体質問も今もうお受けしたようなので、それでちょうど時間になりましたので、えー、会見は以上としたいと思います。本日は新国際課税ルール第6回目、西村朝木法律事務所のパートナー弁護士、太田洋さんにお話を聞きました。今日はどうもありがとうございましたありがとうございました。ありがとうございました。